こんにちは、こんばんは。あのブレーキフルードの取り替えの説明をします。こんにちは、こんばんは。ブレーキエギっていうのはね、車を止めるために大事なものです。大事なものですね。うん、ここにある、これがブレーキフルード。うん、で、ここはマスターシリンダーで、このブレーキペダルからここにつながってるやんは。うん、で、説明をします。はい。はい、まず、ちょっと大変ですけど、乗ってください。まず乗ってください。乗っても大丈夫なんけ？それはクラッチペダルですね。あ、こっちや。それがブレーキペダルですわ。はい、で、1回、2回、踏んでいったら、まず1回踏んで、で、もう1回踏んで、これ力いっぱい踏んでもいいけ？うん、死ぬほど踏めばいい。2回踏んで、3回目踏んだら、はーいって踏みっぱなしで、うん、もう1回練習する。ブレーキ1回踏んで、で2回踏んで、で3回目踏んだ時に、はーいって返事するやん。いや、踏みっぱなし、はい、踏みっぱなしで返事をする。はーいって言ったら、俺がブレーキのブリーダープラグを緩めるで、たらずっと踏みっぱなしだとスーッてブレーキペダルが奥入ってくるやつやわ。それがブレーキ液の取り替えをしてる。取り替えとエア抜き。うん、うん、はい、持って持つの。はい、今からブレーキペダル、ブレーキのエア抜きをします。もう一度軽くプレで抜いたで、うん、ここまでは大丈夫だと思うわ。もうあと一巡して終わりやで。やればいけ。まだ。はい、踏んで、うんうん、1回、2回、3回、含め、はーい。あ、噛んでるな。もう1回、1、2、はーい。もう1回、1、2、はーい。はい、いいよ、離して。これでももう抜けたわ。いつもこれお母さんも抜くのがとっても上手です。もちろんブレーキ液のエア抜き作業のことですわ。はい、次行こう。で、次はフルードのミス。ブレーキフルード補充中なのだ。今少し噛んでたよ、やっぱやらさ噛んでよ。思ったけどこの椅子乗りやすい。思ったけどこの椅子なんか乗りやすいな。グリッドのフルバケットシートなので、はい、で、はい、1、2、パイオン。噛んでるな。もう一回、1、2、アイ。あ、まだ噛んでるな。もう一回、1、2、アイ。はい、まだ知ってるって。右後ろから左後ろをエア抜き中ですわ。もう一回プレーで抜いてあるけど、やっぱちょっと噛んでたな。もう OK、 そこ、うんうん、あと後ろ左右は終わったわ。うんうん、で次前、少しエアが噛んでいたのだ。お願いします。はーい、1、2、はーい、はい、1、2、はーい。この時点で再度ブレーキフルード補充をしたのだ。ブレーキ踏んで、はーい、1、2、はーい。はい、もう一回、1、2、はーい。はいよ。はい。はい。な、今度オイル漏れの点検するで。うん、あとはブレーキオイル漏れ点検作業ですね。エア抜きありがとうございました。説明、今回のやった仕事は、うん、仕事で作業は、リアの
ブレーキキャリパー交換、キャリパーせ、うん、でパッド新品、うん、でサイドワイヤー新品、うんうん、向こうもですね、うん、綺麗ですね、うん、やっぱタッケだけあるわ、これヘリテージ部品出るだけありがたいわ。いでパッドマンの我々パッド我々ターノンからこのプロジェクトミュー製の結構いいやつ、まあそこそこいいんじゃね、うん、うん、発掘したのに発掘パッドやな、どんな性能示すか分からんけど、サイドブレーキも変えた、サイドブレーキワイヤーも変えた、いやいや、めんどくさかった、あれはほんと実にめんどくさかった、ありがとうございます。お前であのさっき結構真剣にやってたんでさ、あのなかなか受け答えができずに申し訳ない、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。はい、はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。